休日出勤じゃなくて平日出勤当たり前のことを言っていく。さあこれで、スパーキング2体確定プラスピックアップが確定しておりますね。さあここでローゼ様を2枚抜きしていきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。というわけでですね、本日は待ちに待ったなのかな、こちらのキャラが実装されたということでね、はい、こちらですね、悟空ブラック変身ロゼザですね。ついにこちらが実装されたということで、早速ねラインナップをねちゃっかり確認していきたいんですけれども、あーなるほどこんな感じねリミテッドはこの第一形態フリーザが初めて再録されたのかな。ステップアップガチャってことで、でさらに、なんだっけこいつグレートサイヤマン1号2号もね入ってるってことなので、早速こちらをね引いていってローゼ様何とつまで行きたいかなあ、今回はあれかな、前回のゴテンクストランクス時みたいに石を使えば星6まで嫁れるよっていうのはないのかな、そんなお知らせが入ってたかどうかまだちょっとちゃんと確認してないんですけれども、それがあるとね母体だけ当てればとりあえず石2000個で6嫁までいけるんで、それはかなりでかいですよね。ちょっと後で確認してみましょう。はい、ということでまずは何にもない3連引いていきました。さあ続いて5連ガチャ EX 以上確定。あれ EX の新キャラは何なんだろう、多分ね毎回 EX も新キャラ来てるので何かしら入ってると思うんだけど、で今回は新キャラ演説が来てほしいですね。リミテッドも、まあ、別に来てくれたら嬉しいけど、どっちかっていうと新キャラ演出来てほしいところです。さあ1体目ヤマッチャ天津飯あ、そういえば Z 選手はどうなんでしょう。一応ねこの間夏に来てた Z 選手は全員ね6突したんですよね。なので一通り組めるような感じにはなったんだけど、環境で戦っていけるのかな、まあ、あの3体だけだとどうしてもちょっとやっぱまだ物足りないって感じなのかな。この辺のね天さんとかも使えればいいんですけど、というわけでここからが本番ですね。10連引いていきましょう。何連するかまだ決めてないんですけど、とりあえず2周、これはなんかブロリーが来そうな予感。さあピックアップ確定ですね、均等運なんで。あ、これはそれかウィスさんかな、どっちでもいいぜい。さあブロリーは来ない、これはウィスさんですね、ありがとうございます。休日出勤じゃなくて平日出勤当たり前のことを言っていく。さあこれで、スパーキング2体確定プラスピックアップが確定しておりますね。さあここでローゼ様を2枚抜きしていきましょう。グレートサイヤマン1号2号は強いのかな、ダメ、一番いらねえスパーキング来たわあのトランクスもね前回覚醒進めようかどうか悩んでるんですけど、根結はねやっぱねリミテッドご飯ちゃんがいるから赤枠でねいらないかなーって言うて、起きた、孫悟空の力を完全に我が物にした、幸先が良すぎる。多分今来たっていうのめちゃくちゃ声でかかったと思うんで、音量注意っていうとこがあ、クリリンありがとうございます。お、クリリン7突まで行きましたね。今度この Z 選手たちもね一回また使ってみようと思います。さあ幸先がいいね。さあこの流れでこのまま引いていきましょう。 EX 以上確定です。2周年のゴジータとか EX 入ってたらめちゃくちゃ嬉しいんだけど、そこはまだ再録されてないのかな。一応ね2周年の合体ザマスがラインナップに入ってましたね。リミテッド、スパーキング確定ありがとうございます。お、これまたウィスさんじゃない、え、マジで2連ウィスさん決めていく
流れが来ておるっていうのもね、さっき毎日20時の決勝20で引けるガチャがあると思うんですけど、割引のね、あれでプライドオブパワーだっけ、魔人ベジータが入ってるガチャをやったんですよ。そしたらなんと0.25% のね魔人ベジータ引いちゃったんだよね。まあ、ちょっと後で画像をね追加しとこうと思うんですけど、おこれか新キャラリブリアン、何色なんだ、おい2体目、おいえあーピッカ、おい3体目、うわ必ず勝たない、あーロゼ様さすがにここは来てくれなかったですね。じゃあスパーキング3枚も引けておる、調子がいいぞ。さあそしてねリブリアンも引けたんで、リブリアンもぜひ使っていきたいと思います。さあいい感じで2人の凸が進みましたと。なんかあれだね、魔人ベジータの下りを喋ってる時になんか知らんやつ出てたけど、それはスルーでいいかな。リブリアン何色なんだろう、黄色、黄色か、あでも擁護だからちょっとワンチャン女選手パーティーで使ってみたいですね。まあ現状ね黄色赤もう最強のね、オッケー、新キャラ率2倍でスパーキング確定というね、これバーダック来るんじゃなかろうかい。そうそうそう、17号さん、あ、じゃ17号じゃない18号を覚醒させてるんで、女選手もねぜひ使っていきたいんですよね。ケフラも21号もいい感じで凸が進んでるんでね。少しはというわけで、新キャラ確率2倍でスパーキング確定、これはロゼ様来るんじゃなかろうか。まあね最悪ロゼ様ね2凸か3凸でも、まあ、マルチ Z バーをねぶち込んで6凸まではしたいと思います。さあスパーキングここですね、おおこっちか、無限に強さを高める肉体と、あんま合体ザーマス使ってないんですよねおお来たヤムチャ。さあ合体ザーマスはこれで赤1か、まあ赤2ぐらいまで行くんだったら全然いいかな。今回のロゼ様は未来神の木か、まあ当然未来の方が強いんだろうね。緑枠でしょ、あリミテッドベジータの枠か、おてか結構いいんじゃない今日いやほんと割引魔人ベジータから流れが来ている。ただまあ新キャラはまだロゼしか出てないけどね。さあスパーキング確定、いいんすよ確定してたらいいんすよ。さあ1体目、今日は9月30日、9月最終日ですね。あっという間に今年も終わってしまいますが、残り3ヶ月かで、リミテッドがねもう1体くー、うえこいつじゃねー不届き者め一瞬びっくりした。まあただまあいい感じに、いい感じじゃないけどばらけてるっちゃばらけてますね。スパーキングはピックアップが10体いるんで、まあそのうちまあ全員ね 1% っていう形で100連して1体出る確率なんですよね、スパーキングって。スパーキングの1点狙いだから、まああんまり文句は言えないっていうところですねという真面目なね解説というか、真面目なことを言っていくスタイルでロゼ様を呼び寄せたいと思います。さあ無料10連、んーただよりいいものはないやばいな、スパーキング今回も 10% だと思うんですけど、毎回スパーキング来てますね。元気だまーくたばっちまえ、あいけーだこんなものさあ元気玉熱いんじゃなかろうか。さあバーッ、あ義乳特戦隊ももうすぐ貫突する気がします。貫突したらさすがに強いと思うんだけどね。もう1年前実装されたキャラクターですが、ただそっか専用フラグメントをねしっかり厳選してないルーン、劇場版、あそっかあれか、グレートサイヤマン1号2号が劇場版のサポーターっていうか補助役だったのかな、だったと思います。だから劇場版キャラも入ってるって感じかな。はいというわけでとりあえず1周したので、
2週目行ってきましょう。このごはんちゃんもね、劇場版黄色といえばターレスか、持ってないけど。いいね。おお、来た新キャラ。ターレスもね、欲しかったんですけど出なかったんだよね。竜海剣悟空がその代わり結構出て、まあ、あいつは今星7になってますね。劇場版もまあ全然未来あるカテゴリーだと思いますので、グレートサイヤモンももちろん欲しいです。さあどっち、さあどっち、ローゼ様来るんですよ。さあ3突、いいねいいね。まあ、どっちかっていうとやっぱねローゼ様の方が欲しいですね。グレートサイヤモン1号2号はまあ正直どっちでもいい。どうなんだろう、性能見てないんで、劇場版に必須キャラクターになるのか。まああいつ一体ね今回加わっただけじゃ劇場版まだね戻ってこれないと思うんですよね、環境に。はい、これで3突していく。あー、まだ Z アビリティは弱いっすね。6突からかな、ちょっとだけ見させてください。 Z アビリティは6突からですね。とりあえず6突までは、まあ、ここまで来れば割とマルチ Z パワーぶち込めばいける範囲内ですね。さあ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 、スパーキングが止まらない。やべえな。ただバーダックは来ないと。これはウィスさん来るんじゃなかろうか。ああ普通に勝っていくのか。まあ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 、エクストリーム以上確定ですね。またリブリアン来てほしいかな。そしたらさあ2体目、ワンチャンゴジータとか入ってんだったらゴジータ来てほしいです。4体目リブリアン、5体目リブリアン、6体目リブリアン。あんまいいエクストリーム出てこないな。静かにしようかな。はい、ん、最後に入ってんのかな。さあここですね。あ、まだいた。あ、まあまあいないと一緒だったな。さあごはんちゃんもついに赤二つまで来ました。まあ、こいつもね長い間環境にいたって言っちゃ環境にいたし、まあ、今でもね劇場版別にターレス持ってない人も多いと思うんで、このごはんちゃんでも全然やっていけるんじゃないかな。いまだにね交代禁止は強い。おいー、やばくない、今のところ10連全部スパーキング出てるんだけど。これは今回さないといつ回すんだって感じかな。さあこれでスパーキング2枚確定です。はあ、で確か新キャラ確率2倍だよね今。確変が来ておる。エクストリームも2倍です。おお貫突してますね。ああピックアップ外から出るか、普通2倍の時にそんな意地悪しないでほしい。さああと1枚がどっかに入っている、ここですねロゼ。いやおもう1枚、ここで嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。マジかよ、こんなのスパーキング出てないのと一緒だよ。新キャラ確率2倍で貫突キャラ3体引いていくというね。運がいいのか悪いのか。まあ Z メダルだっけ、まあ、あれが集まるのはいいか。前向きにいきましょう。スパーキングはありがとうございますというね精神を忘れずにいきたい。さあここもスパーキングの予感がしております。やばくない本当今回。さあ負けかか、龍拳、龍拳オネシャス。あーここはちょっと微妙ですね。ついに確定演出が来なくなりました。あでも来る、でも来るー。傍着入れ、まあ劇場版か。まあいずれね劇場版の核になるような強キャラが来ると思いますので、その時までにああいうね傍着とか劇場版ごはんちゃんは温存していきたいと思います。まあちょっと適当なこと言ってますけど、さあボージャックも赤い位置とそう地味に育ってきてますね。
まあ、未だにこいつのカバチェンは強いと思います。さあ無料10連いきましょう。ここまでかな。さあラストです。ここで一番渋い演出が来ておる。まあここが潮時ってことかな。ただ腹パンを決めていく。さあスーパーサイヤにはならないけど、これベジータは来ないけどウィスさんは来ない。あ、ついにスパーキング連続記録が途切れそうですね。テンスさん、ナッパ、なんか最後盛り上がりきてほしい。リブリアン、スパーキングだったらスパーキング。任せておけ。あー、ダメそう。ダメですね。はい、というわけで、今回はこちらのね、パワーオブゴッド、違う、ジャスティス、読めない。というわけで、とりあえずね、グレートサイヤマン1号2号出てないんですけれども、ロゼ様ね、3突できたということで満足です。早速ね、使ってみた動画も上げていこうと思いますので、ぜひそちらもご視聴ください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。